こんにちは、ブーです。ミニカー55台カスタムペイントやっと終わりました。今日はそれを紹介します。はい、では紹介していきます。以前ですね、ミニカーにペイントする動画で紹介させていただきましたけども、おなじみヘルズデプトさんからのオーダーで今回ですね、5種類のホットウィールズに、ピンストライプとか、イラストなんかの作業をしましたので、また写真別に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これはですね62年の多分、シボレー C10 ピックアップのホットウィールですね。それの、カスタムペイントしてあるベースに、まあ、ピンストライプとか、フレームスを、筆でですね、手書きしております。1台1台、全部違うデザインで、まあ全体的にはフレームスメインでこんな感じで、ピンストライプを混ぜて、仕上げました。これは赤白のフレームス定番ですね。こんな感じでやってます。次はですね、ダットさん510ワゴンのホットウィールベースですね。これも10台、全て黒にペイントしてある上に、描きました。ラットフィンクとかフレームスピンストライプメインですね。このラットフィンクは以前 YouTube でも紹介したやつですね。その他に、まあ、フレームスペイントメインとかピンストライプメインで仕上げた車両がで全部で10台描きましたね。次はですね55年のシェビーのベルエアのギャッサーですね。ギャッサーのホットウィールのボディに描いてます。これもちょっとギャッサーらしく、まあ、ちょっとレースカーっぽいのレタリング入れてみたりとか、こんな感じですね。ちょっとレタリング後ろに入れてみたり、まあ、ゼッケン風な数字を入れてみたり、フレームスですねこれ書いてみたりとか、またおなじみのラトフィンクなんかも書いて、まあ、レースカーっぽい仕上げで書いてます。10台全部ブラックベースですね。はい、次はですねこれヘルズデプトさんオリジナルのボディの H 版ってやつですね。以前 YouTube でも、紹介させていただいたんですけども、これも3色、これダークブラウンみたいなベースチェリーかなと、バイオレットティールの3色ですね。これ YouTube で紹介したピンストライプ入れたやつで、まあ、あとは、ティールベースにピンストライプやフレームスを描いたやつですねとか、まあ、ボディが大きいので結構いっぱい描き込めるのでベースとしてはすごいやってて楽しいホットウィールになりますね。これも全部で10台、描かせてきました。これレタリングが入ったりとか、まあ、ライン入れたりしてますね。次は、これ510ブルーバードですね。白いボディの510のホットウィールをベースに、黒単色で、まあ、ヘルズデプトというロゴと、スカルとピンストライプを、まあ、シンプルな感じで描いてます。まあ、なかなか白にブラックだけっていうのもシンプルでかっこいいですね。この細かいスカルも描いてますね。全部でこれ5台描きましたね。次、これも510ブルーバードですね。ベースに、白の510ベースに、今度はエナメル、ワンショットのエナメルペイントじゃなくて、アクリルのブルーを使って、まあ、陶器に見える、お茶碗とかですね、コップ、皿みたいなにあるような、陶器に見えるようなデザインで描いてます。まあ、本当にシンプルなんですけども、すごい、インスタとかですね、ツイッターとかで評判があった
ペイントですね、510はこれで5台 で H 版にも同じように、ちょっと陶器風なデザインで、5台描いてます。まあ、こういった感じでですね、5種類でトータル55台のホットウィールに描かせていただきました。すべて、まあ、違ったデザインで描いてますね。このホットウィールはですね、これからクリアーコートされて、1台1台ヘルズデプトさんの方で、組まれてから、販売される予定です。もし気になった方がおられましたら、ヘルズデプトさんの方に問い合わせしていただければ幸いです。ではこれで今回はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。